こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、廃校期から発売されてる 10.8V のコードレスクリーナー、こちらをね紹介したいなと思います。でこちら実はですね、購入2回目になります。1年前に購入しててすごく気に入ったので、もう1台購入ということになります。なんといってもこちらの商品もとにかくこれですね、軽量コンパクトで軽いということです。もうこれが最大の売りだと思います。ということでね、早速ね、まずは開封していくとですね、よいしょ。で、中なんですけども、よいしょ。こんな感じで入ってての、説明書と、これね、私購入したのは充電器付きの方です。充電器付きとバッテリー付きの方を購入しました。で、今ちょっと Amazon でね、これ価格見てみると、こちらは 12,355 円、私は 11,000 円ぐらいでね、ちょっと安い時に購入したんですけど、でこれ充電器とかこのバッテリーが付いてないタイプ、これだとねさらにお安くて 6,343 円になります。なので、このバッテリー持ってらっしゃる方ですよね、 10.8V のこのバッテリー持ってらっしゃる方はもう掃除機だけでいいと。そして、もう一つもう一つあるんですけど、これ大容量タイプもあるんですよ。電圧は一緒っすね、 10.8 で一緒なんですけど、電池の容量っていうんですかね、アンペアが違うのかな。これは 1.5 アンペアワーだったかなんか書いてる、 1.5 アンペアワーって言ってるんですけど、これが 4.0 アンペアワーっていうんですかね。それが少し値段上がるんですけど、長い時間使いたい方はその高い方を買うということになります。それでは付属品の方を紹介すると、まずはこれ床用ノズルになりますけど、これはねすごいシンプルなやつがついてます。でこの可動部分なんですけど、こんな感じでちょっと動きが硬いのかなという感じはします。であとこれ吸引力がそもそもそんなにないんで、このローラーっていうかね、自走するタイプの掃除機じゃ全然ないんですけど、これでもそんなに重くないですよ。吸引力があんまりないっていうのもあるんで、でさらにこれです、この延長管っていうんですかね。でこれ長さがね 46.5cm です。それであとはこの隙間ノズルですね、これ結構コンパクトなのがついてて、一応わかりますか、先端から測るとこれで 16cm あります。でこの隙間ノズルはこちらにね、延長ノズルに収納できるということになってます。であとこちらが肝心の本体なんですけど、これがね軽いんです。なんて言うんだろうな、もっと軽いやつはあるとは思うんですけど、こういったね、電池の外せるバッテリーがついてて、こういうコードレスタイプのクリーナーだと、やっぱこれって結構軽い方には入るんじゃないかなと思います。ちなみに重さはこれバッテリー外した重さだと 852g、 そしてこのバッテリーの重さが 223g、 合わせるとそうやね、1.1 キロはないですね。合わせると 1.07 キログラムぐらいになります。やっぱり軽いですね。そしてこちらが付属している充電器になります。これは 10.8V 専用の充電器ですかね。これもね結構充電時間早いんですよ。だいたい20分ちょっとぐらいで、充電できたと思います。なので前回使って空になってても、20何分ぐらいでね充電できちゃうんで、そこもねすごい魅力的ですね。ということでちょっと充電しましょうか。でこちらね、他にもね結構売りな部分がありまして、とにかくね1年間使用して何が良かったかっていうと、軽いおかげでパッと出してパッと使えるっていうのかな、ちょっと汚れたところをささっと掃除する、ほんと向いてるんですよ。じゃあちょっとね、多分入ってないと思うんですね、電池入ってる。で、ちなみにちょっとね、電源入れると、モードはね弱標準強になってます。で操作パネルはこんな感じ、これ1回押すとこれ標準です、でもう1回押すとこれ弱になります。でこの強を押せば一番強くなるということで、音はこんな感じでね、そこそこ音はします。ちなみに吸引力の話なんですけど、吸い込み仕事率は 30W です。なので普通の掃除機に比べれば結構弱い方かな。ただ実際使ってみた感じだと、強にしとけばカーペットとか絨毯も一応は吸い込みますね。
普通のねコード付きの掃除機に比べるとやっぱ若干は弱いですけど、で、大体私の場合畳とフローリングが多いんで、その場合だと標準 でちなみに標準だと 18W でしたっけね。で弱にすると 10W で、弱は結構弱いですね、あんま弱使わないですね。1年間使ってましたけど、ほとんどが標準で使ってます。で標準で使うと大体ね15分ぐらいだったと思います。バッテリーが新しい時はいけるのかもしれないですけど、やっぱり1年間ぐらい使ってると15分、まあ多分それよりも切るぐらいかな。で、おすすめはね、とにかくフローリングと畳の方、このねバッテリーの少ない方のタイプでも全然いけると思うんですけど、カーペットとか絨毯、あとは強で使いたいって方はもう絶対あの 4.0 アンペアワーのね、ちょっと値段の高い方、そちらの購入をおすすめします。ちょっとね強で使うとねヘリ本当早いんですよ。はい、ということでとりあえず充電します。電源入れるとまあこんな感じで、まあ、点滅します。切り差し込むといきますよ、よいしょ。これ点滅の回数でね、だいたいこれ今どれぐらい充電かわかるんですけど、これちょっとややこしいのは、コンセントに電源を差し込んだ状態だとまあこの点滅なんですよ。で充電中は先ほど同じように連続で点灯して、充電完了になるとまた点滅するんですよ。なのでコンセント差し込んだ状態と充電完了した状態が同じなんですよね。これがちょっとわかりにくいです。まあ、とりあえずこうやってね放ってて、ちょっと話してる間に多分すぐ充電できると思いますんで、でこちらの中身の方、ここをひねるだけです。ひねるだけで簡単にこれ外れます。これが楽でいいんですよ。ただしこれを決定的な弱点があるんですけど、なんかねこれすごい緩みやすいんですよ。いやいや緩みやすいどころじゃないっす、ほんとすぐ緩むんですよ。なんでうちのおばあちゃんはテープで留めてますね。あ、これだこんな感じでテープで留めて使ってます。それから中のフィルターはこんな感じになってて、ただこのフィルターも目詰まりねそこそこします。これ結構こまめにこの外のフィルターはねこれ掃除してあげないとすぐ吸引力落ちちゃいますんでね。でこのフィルターの外し方はこっち向きまあこうやって軽くひねるとまあ外れるようになってて、この中に布製のねこれフィルターが入ってるんですよ。これがね、汚れてくるとまた吸引力落ちるんで、10回ぐらい使用したら洗ってやるっていう、まあうちはそんな感じですね。で、このフィルターなんですけど買い売ってるんですよ。私はこの10枚セットのやつをね Amazon で購入したんですけど、このフィルターは買っておいた方がいいと思います。で価格もこれ安いんです。10枚セットで900円ぐらいでね Amazon で売ってたんで、これ10枚のやつ1個持てたらね、まあ、結構安心して使えますよ。で取り付けるときは確かこれをね先に入れてやるんですよ。入れてあげといてのあとは軽くねカチャンと回らなくなるまで入れてあげてください。でよいしょ。で実際の吸引力なんですけど、手でこうやってやってみるとね、これ標準ね、まあまあに吸引力ありますよ。で弱だとやっぱりね本当に弱いんですよ。まあそれでもこういうのだったらもう簡単にね吸ってくれますけど、で強にするとまあまあそこそこあります。まあこんな感じでね、強にするとまあまああるんですよ。標準でいきます。こうやって何度かクニ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 とやって、あんな感じで何度かねゴミを落としてやると、まあフィルターにつく汚れはいくらかマシになります。まあ、今回はね、こちらの廃校機から発売されてる 10.8V、コードレスクリーナー R12DAESW、こちらをね紹介してみました。まあ、気になる方はぜひチェックしてみてください。もちろんいいところもねたくさんあるんですけど、まあ、それなりにちょっとって思うところもありますのでね、まあ、気になる方はぜひ、そこを注意してねチェックしてみてください。ということで今回はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。こういったテープをねちょっとつけてれば緩まないんで、私はちょっとこういったマスキングテープをつけてね対策したいかなと思います。